本日は立山トンネルトロリーバスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このトロリーバスはここ室堂駅から立山連峰と地方小山のちょうど真下を走って山間坊駅へおよそ10分で参ります。早速のお願いで恐れ入りますが、火災防止と環境保全のため車内でのタバコはお遠慮くださいますようお願いいたします。小山の真下に当たります。ちょうどこの700メートル地上に上高3003メートルの小山が天をついてそびえております。まもなく左手に火災帯の標識がつけられております。1分間に44トンという恐るべき湧き水と戦いながら完成されたものですが、特にこの立山断層火災帯は長さが50メートルにも及ぶ大きな火災帯です。これを突破するのに13ヶ月もかかったのでございます。これからお越しになる立山トンネルの東に大観光駅は立山東側の新宿駅からとなってございます。シルエットだね、だんだん雲が切れてきてるんだけど、あるよ、一応ちょっと綺麗だよね。あ、本当だ、あの雲がさ、どんどん寄っているのなんだけど、選べるでしょ、ポートレートだとか風景だとかいろいろ。あ、針の置き方のあれ、初まで、こっちの方だ、初の木だ、初の木だ。